日本神奈川県川崎市麻生区岡上岡上は神奈川県川崎市麻生区の大技。住居表示は実施されていない。郵便番号は215-0027。面積は1.45平方キロメートル。岡上は川崎市麻生区の大技で、南側を横浜市青葉区に三型を東京都町田市に挟まれた飛び地である。北側には鶴見川が流れる。 周辺は1970から80年代に宅地化が進んだが、岡上は大部分が市街化調整区域と農業振興地域に指定されたため、現在でも農村的風景が残っている。これまで全域が地盤区域だったが、2021年11月22日より市街化区域において住居表示を実施される予定。対象地域の新町名は、 岡上1から6丁目とし、市街化調整区域ではこれまで同立番表示のままとなる。住宅地の地価は2016年1月1日に公表された工事地価によれば、岡上矢座杉山下1462番165の地点で13万8000円平方メートルとなっている。古くは丘、上りとも称した旧続き群、岡上村。 南側で、道軍殿、名村に接してはいたが、丘陵地で細い峠道しかなく、むしろ、東京府南多摩郡、鶴川村を挟んですぐ近くにある、鈴木郡柿尾村との結びつきが強く、連合村を形成していた。1939年に、鈴木郡が横浜市に合併される動きがあった際、岡上村は柿尾村と共に、川崎市への合併を選び、 川崎市の飛び地となった。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。岡上に在住の中学生のうち公立中学へ通う者は川崎市立柿雄中学校へ小田急線を利用して電車通学している。1966年に市立柿雄小学校岡上分校が 廃校になった後、1987年に私立岡上小学校が開校するまでは、小学生も小田急線を利用して、下記を小学校本校まで電車通学していた。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。和光大学正面入り口この付近は岡上で、後方向車は町出しとなる西側の町出しとの市境を塗るように、 小田急小田原線が通過しているが、鉄道駅がない。鶴川駅は、岡上のすぐ北側にある。また、路線バスは、久会付近を、神奈川中央交通、小田急バス、東急バスの路線が運行されているが、町内中心部に乗り入れる路線は存在しない。ありがとうございます。